どうも影げやんです今日はね、えー、変えられるのは自分だけということについてお話ししたいと思いますよくね何かがこううまくいかなかった時にですね、えー、他人のせいにするっていうことがあるかもしれないんですけども、えー、そうではないんですねあのー、まず自分のせいなんですよね何かが起こった時にその結果っていうのは自分のせい えー、自己責任ということですね。そういうこ、えー、考え方をこう身につけていった方が、えー、結果的に、えー、自分のためにもなりますし、えー、気持ちも楽になるんですね。だからその自分をね、えー、変えじゃあ自分をというかその他人にこう依存するというか他人に期待してですね、えー、こうしてほしいなって思ってるのはあのー。 良くないんですよねそういう考え方があるから あのうまくいかなないいいここことととととが、えー、出ててくるということになるるううににんでですすね、えー、全てを自己責任す他人をコントロールすることはできませんしコントロールできるのは自分だけということですね。でそのコントロールできる自分をですね、えー、しっかりとあの正しくコントロールしてですね、えー、引き寄せるものをね変えていくということですね。でそうすることによって変わっていきますしねその自分のその行動というか、えー、考え方を自、えー 自己責任にしていくとですね、えー、いろんなもんがこう変わってくるっていうのがこう実感できると思いますそれをね色々、えー、と期待してやるんではなくてですね、えー、淡々とやるというかただしいコントロール自分のコントロールを正しくすることをですね、えー、ただ単にただ単にというかその何もね考えずにというか、えー どう言ったらいいんですかねその何か見返りを期待して動くんではなくてですねそれを、えー、仕事のようにやるという歯磨きのようにやるそういうコントロールの仕方でですね、えー、変え方というか変えていくという方向へ持っていくということですね。それをずっと続けることによってですねそのいろんなことが本当に変わってきますんで、あのー、気長にね変な話だから3年間ぐらいこう。 かけて変えていく、えー、違う結果をもたらしていくっていう感じでこうやっていくとですねあのー、いろんなことが変わってくると思いますその急ぐんじゃないんですねだから一週間でとか1ヶ月でっていうんじゃなくてですねもう3年スパンぐらいでこう考えていくんですねそうすることによってですねあのー、いろんなことがいい方向へ向かっていくと。 いいう,うに思いますでその方向を自分の方向をね大まかな方向だけをこう考えておくんですね、えー、そうするとですねいろんなもんがこう現れて自分の目,目の前に現れてきますんでそれを、えー、正しく、えー、考えて行動するということを繰り返していくということですねそうすることによって、えー、結果が、えー、将来的にというか、えー、徐々に変わっていくと。 で変わっていってるのが、えー、実感できるようになってくるとですねより、えー、楽しくなるというかあ面白いもんやなとこうなっていくんかっていうことがこう実感できると思いますんで是非、えー、ね、あのー、変えられるのは自分だけ、えー、コントロールできるのは自分だけっていうこの考え方をですねしっかりと頭に叩き込んでですね、えー、行動していくという、えー、自己責任という 気持ちをですねしっっかりと持ってただ自分を責めるんでではないんですよ自分に原因があるということを考えて、えー、行動していくということですね。ほんで正しく行動していくということです。だから他人に依存したりその他人に期待したりっていうことをなるべくこうなくしていく自分が動いてどうやというふうにしていくということですね。そうすることによっていろんなことが本当に変わってくると思いますのでぜひ。 あの変えられるのは自分だけ、えー、コントロールできるのは自分だけっていう気、えー、考え方をね、えー、しっかり頭に叩き込んでください。ということで、えー、今日は変えられるのは自分だけっていうことについてお話しさせていただきました。ということで今日もよっししゃーできましょうどうもありがとうございます